あなたの隣で笑っている善人が金に狂った殺人鬼だったらどうしますか？1976年3月、一人の女性が田園で遺体となって発見されました。被害に遭ったのは高級クラブでホステスをしていた32歳の女性。名古屋市中区のアパートの駐車場で首を絞められ死亡。現場からは現金12万円が盗まれていました。容疑者として名前が挙がったのは当日に一緒に食事をしていた弁護士。彼は無実を主張するんですが、警察もマスコミもこの訴えを聞こうとはしません。結局この弁護士は社会的な信用を失い廃業することになったんです。しかし彼は無実。そう、真犯人は別にいたんです。真犯人が行った殺人事件は全部で8件。京都、大阪、名古屋、神戸と広範囲だったため、誰も同一犯だとは思わず、多くの人が冤罪で逮捕され社会的な立場を失ったんです。この一連の事件の真犯人は後にこう呼ばれることになるんです。20世紀最後の死刑囚と。無残にも奪われた8人の尊い命。多くの冤罪を生み出した連続殺人犯の正体とは。それは虚栄心にまみれた愚かな男の暴行でした。オーサスキングダムの王騎将軍みたいになりたいケンちゃんです。今年の水着を悩み中のヤミコです。プンプン。本日ご紹介するのは20世紀最後の死刑囚と呼ばれる男が起こした事件についてなんです。ほんとね、職業でね、人を判断してはいけないっすよ、ほんと。この事件を知ってね、もうますます思います。まあ、なんか無意識のうちに偏見持っちゃってるからね。うん、まあね、一体ね、この事件はね、どんな事件だったのか早速見ていきたいと思います。連続殺人の始まり、遡ること38年ほど前の1983年、愛知県名古屋市が今回の舞台。1月31日、日本中を恐怖に陥れた一人の男性が逮捕されました。男の名前は山田隆人。俺は22人の人間を殺した。盗みだって300件以上やってきた。山田が自供した22人の殺人のうち、立証できたのは1972年から1983年の10年間で行った8件のみ。その始まりは山田が逮捕される11年ほど前の1972年9月。当時空き巣の常習犯だった山田は京都府山科区のアパートに侵入しました。泥棒！そう叫んだのは部屋の住人である24歳の女性。留守だと思って忍び込んだんですが、住人は寝ていただけだったんです。山田は金を出せと女性を脅迫します。しかし女性はお金はないと言い抵抗。焦った山田はその場にあったパンストを手に取ります。山田はそのパンストで女性の首を絞め殺害。その後部屋を物色するものの、金目のものは本当にありませんでした。見つかったのは現金1000円のみ。彼はそのお金を持って逃亡します。これが山田が初めて行った殺人でした。短絡的すぎるでしょ。お金ないって言ってたじゃないの。1000円のために人殺すなんてさ。別にいくらだろうが殺しちゃいけないけれども、うん、もうね、何にも考えてないんでしょうね、うん、ここからね、もう彼の行為はね、ますますエスカレートしていくんです。最初の犯行から3年後の1975年6月、場所は大阪。その日の山田はひったくりを行うためにお金を持っていそうな女性を狙っていました。ターゲットになったのは35歳の高級クラブ経営者の女性。女性が車から降りたタイミングで山田がバッグを奪いに近づきます。しかしひったくりは失敗。女性ともみ合いになった山田は近くに落ちていたロープで女性の首を絞め上げます。そして女性を農業用水池へ遺棄し、証拠隠滅のために車に放火。奪ったカバンを見てみると、中には10万円以上の現金が入っていたんです。水商売の女は金を持ってるんだな。こうして味を占めた山田は夜の仕事の女性を狙ってひったくりを繰り返すようになります。山田はこの後もひったくりや空き巣を行いながら、抵抗されたり騒がれたりするたびに女性を絞殺。その数合計5人。これほどの人数を殺害しながら山田が捕まらなかったのは、京都、大阪、名古屋と犯行現場が遠く離れていたこと、そして女性たちの私生活が影響しています。実は被害者の女性たちは全員誰かの愛人や夜の仕事についている女性など、複雑な人間関係が絡む立場にあったんです。そのため容疑者として名前が出てくるのは愛人関係にあった男性や常連客ばかり。そう、場所も状況もバラバラだったため、警察はこの5つの事件を同一犯による犯行だと考えなかったんです。それどころか警察の度重なる聞き込みで、閉店する店や容疑者との関係が公になり、社会的に破滅を迎えた男性が何人もいたんです。多くの冤罪と悲劇をもたらした山田。彼がこのような犯罪者になってしまったのは、あるたった一つのことがきっかけだったんです。偏見が生んだ悲劇。山田は1948年に京都で生まれ、比較的裕福な家庭で育ったんですが、子供の頃から手癖がひどく、高校生の頃から窃盗を繰り返していました。彼がよく盗んでいたものが食堂の食券、しょべえな。
吹奏楽部に所属していた山田少年は小遣いの多い部員と張り合うために食堂の食券を盗み友達におごっていたんです。ちょっと優しいな。彼がわざわざこのように振る舞っていた理由は少しでもお金をたくさん持っているように見せたいというものでした。最低だな。山田少年は食券だけでは飽き足らず車上荒らしやひったくりなども行い自分の見栄のために窃盗を繰り返していたんです。そして山田少年は1965年にひったくりで逮捕され少年院へ。高校は退学処分になっています。山田は少年院を出た後父親が勤める自動車部品工場に就職しました。しかし就職した山田を待ち受けていたのは周囲の偏見。職場で事件が起こるたびみんなが山田を疑うんです。あいつは少年院に行っていた犯罪者だ、あいつが犯人に違いない。日々ストレスを募らせ嫌気がさした山田は工場を退職。転職を試みるんですがどこに行っても居心地は悪く長続きしません。父親の紹介で職場を転々としていた山田が落ち着いたのは1967年に結婚を考える女性と出会ってから。それをきっかけに鉄工場に落ち着き2人の子供にも恵まれて山田は安定した生活を手に入れたんです。しかしそんな山田の平穏な生活を奪う事件が起こります。せっかく幸せ手にしてんのに何。それはね、変わらぬ偏見が生み出したものなんです。1972年1月、奈良県奈良市の加茂町で女性銀行員が暴行殺害される事件が発生。警察はこの事件の容疑者として山田を疑いました。しかし山田はこの事件には関与しておらず、友人の証言で無実が証明されます。ですが周囲や警察は山田に疑いの目を向け続けたんです。そしてまたも山田は職場に居づらくなってしまうんです。山田はそのストレスを埋めるかのように散財して荒れていきました。夜はスナックを飲み歩いて高級なお酒を飲みチップを弾ませます。先にお伝えした山田が生まれながらに持っていた強い虚栄心が蘇ってしまったんです。高級スポーツカーをローンで購入して乗り回し、豪華なタワマンを購入したりと身の丈に合わない買い物をして贅沢三昧の日々。こうして借金が膨れ上がり、山田の手癖の悪さが再発するんです。山田は空き巣を繰り返しては盗んだ金品で借金を返済。まさに負のループに陥っている最中、冒頭でお伝えした最初の殺人事件を犯し罪を重ねていったんです。さらに驚くべきことに山田は陰で犯罪を重ねながらもある仕事に転職を果たしていたんです。その仕事はなんと消防士。その成績は抜群で全国競技大会で2年連続入賞、表彰20回以上という優秀な成績を収めていたんです。さらに1977年、地上波のクイズ番組に夫婦で出演。山田は消防士姿でテレビに映り、饒舌で明るい旦那としての姿も見せていました。表では完璧な善人を装いながらも裏では身勝手な犯罪を続けていたんです。収まらなくなった虚栄心を満たすためだけに。いや、そんな優秀な消防士が犯罪者って、うん、信じらんないわよ、うん、こんな。もうまさにね、もう人間のね、仮面をかぶって悪魔ですよね、本当に。周りの目を気にするあまり、人からね、いいように見られたいと思ってたんでしょうね。うん、それがね、こう、彼の凶悪性というのをね、うまく隠したんですよ、きっと。そしてここからね、彼のね、犯行はね、どんどん凶悪性を増していくんです。テレビ出演をした年の1977年12月、山田は神戸市中央区の兵庫労働金庫を襲撃。その時、山田の手に握られていたのは、なんと、猟銃用の散弾銃。怖えな。奈良県で行った車上荒らしで手に入れたものでした。基本盗むこいつ。山田は職員の男性に至近距離で発砲し、殺害。410万円もの大金を奪うことに成功したんです。さらに3年後の1980年7月、またも散弾銃を持った山田はスーパーを襲撃し、夜間店長である35歳の男性に現金576万円と商品券を出させるんです。その後男性に車を運転させ移動した山田でしたが、男性に抵抗されたため射殺。銃を使って2度も大金を手に入れ逃走に成功するんです。そして彼は最後の事件である113号事件を起こすんです。武器手に入れちゃってもどんどんエスカレートしちゃってんじゃない、うん、最初はね空き巣とかだったんですけど、うん、だんだん慣れてきてねエスカレートしてったんですよ、うん、手口含めて、うん、だんだん人生が壊れていくみたいなの典型っすよね、うん、113号事件。1982年10月27日の21時頃、愛知県名古屋市の千種区で一件の通報がありました。すいません、盗難車があるんですが。30分後連絡を受けた愛知県警千種署の巡査が現場に行くと、通報者らしい人物どころか誰の姿もありませんでした。不審に思いつつ辺りを見渡した巡査が見つけたのは1台のクラウン。これのことかな。巡査がそのクラウンに近づいてナンバーを控えようとした瞬間、クラウンが急発進して巡査を跳ね飛ばしました。クラウンを運転していたのは山田だったんです。なんと彼はわざと嘘の通報をして警察を呼び出していたんです。全ては警察が持っている拳銃を手に入れるために。大胆すぎるわよこれ。そしてね、山田はね巡査からね拳銃をね奪ってそのまま逃走し、うん、次の犯行に手を染めていくんです。
名古屋で拳銃を手に入れて4日後の10月31日、山田は静岡県浜松市にあるスーパーマーケットに現れます。拳銃をちらつかせ現金を要求するんですが、少し目を離した途端に店長が店外へ逃げ出しました。店員に逃げられた山田はやむを得ずその場から逃走、滋賀県にある名神高速道路大津サービスエリアに向かいます。そして山田はなんと停車中のワゴン車の助手席に乗り込み、運転手を脅して名古屋に行けと指示します。最初は山田に従って車を走らせていた運転手だったんですが、車を止めて勝負に出ます。山田から拳銃を奪おうと試みたんです。山田は突然抵抗を見せた運転手の胸に向かって発砲、現金4万円を盗んで逃走するんです。それから1ヶ月経った11月28日、山田は京都府山科区にあるスーパーに現れます。拳銃を手にして店内に乗り込み、現金152万円を奪って逃走するんです。さらにその3日後の11月31日、今度は名古屋市昭和区にある銀行の駐車場で男性に拳銃を突きつけるんです。この男性は小さな引っ越しセンターを営む社長で、この日は給与支払いのために現金を下ろしに来ていました。これは本物の銃だ、名古屋の事件は知っているだろう。山田は男性に現金を車に乗せて運転するように要求したんですが、隙を取られ逆に男性に押さえつけられてしまうんです。山田は必死に抵抗したんですが、騒ぎを聞きつけた銀行員の通報で逮捕。こうして事件は幕を閉じました。この山田が行った警察からの拳銃強奪から拳銃強盗事件及び拳銃殺傷事件をまとめて、警察庁広域いずれな警察庁広域重要指定1135事件、通称1135事件と呼ぶんです。警視庁何？というわけでね、メトラキーワード、本日のメトラキーワードは警視庁広域重要指定事件。よく言えた俺。警察庁広域重要指定事件とは、日本全国の警察機構が協力体制を取り捜査に当たることを指定された事件のこと。通常警察は都道府県別で捜査をしているんですが、都道府県の垣根を越えて協力して解決するように警察庁から指定されるんです。具体的には同一犯による犯行と思われる事件が複数の都道府県で起きた事件、犯行件数が1件でも捜査の過程で他の管轄の都道府県警察組織に協力を要請した事件が警察庁広域警察庁広域重要指定の対象になるんです。この制度は複数の都道府県にまたがった事件で、なおかつ社会的反響の大きい凶悪事件、または特異重要な事件にのみ限定されるんです。そのため1135事件より前に山田が行った7件の殺人と300件近い窃盗などは複数の都道府県で行われていても指定の対象にはなっていません。冤罪だったりさ、銃奪われちゃったりも何やってんのよってめちゃくちゃ思ってたけど、陰でこうやって協力してやってたわけね、警察は。そうなんですよ、うん、こういうね制度があって、実はね、うん、グリコ森永事件とか、うん、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件とかね、うん、いろんなところでね使われてる制度でもあるんです。こんなね凶悪なね犯行を繰り返していった山田なんですけど、一体どんな最後を迎えたんでしょうか。20世紀最後の死刑囚、見栄で作った借金を返済するという身勝手な理由で8人の尊い命を奪った山田。しかし逮捕された1983年当時、警察が把握している犯行は1135事件に関わることだけでした。1135事件より前の7件は迷宮入りしており、山田は容疑者としては浮上していませんでした。しかし取り調べを受けていた山田は言うんです。俺は今までに22人の人間を殺してきた、窃盗も300回近くを行っている。なんと山田は全ての事件の自白をしたんです。今までの自分勝手な犯行とはって変わって協力的な山田。なぜこの後に及んで彼はそんなことをしたのか。山田はこう言うんです。夜になると今まで殺してきた奴らの霊が出てくるんだ。奴らのせいで夜も寝つけず辛いんだ。山田が自供したのは被害者の霊から逃れて楽になるためという理由でした。1994年裁判によって刑が確定します。その判決は死刑。そして2000年に20世紀最後の死刑囚として刑が執行されたんです。取り調べを受けている段階ではね、自分本位な感じがするんですけれども、獄中でね、ある出会いがあったんです。逮捕後山田は獄中手記を出版、遺族への弁済金のためだと言われているんですが、発行部数はわずか8000部、印税で入ってきた85万円は遺族への弁済金には到底足りない金額でした。しかしこの獄中手記がきっかけで一人の女性が山田に連絡を取ります。女性は名古屋市在住の主婦、彼女はカトリック名古屋教区正義と平和委員会に所属するクリスチャンでした。山田の獄中手記に感銘を受け、1988年から8年間山田と連絡を取り続けます。彼女は自分の殻に閉じこもっていた山田が唯一心を開いた人物。2人がやり取りした手紙は400通、面会は200回を超え、山田も彼女のことをたった一人の心の友と称していたようです。彼女と出会ってから山田に心境の変化が現れていったのでしょうか。彼は社会貢献活動として文字を点字に翻訳する点訳という作業に懸命に取り組んでいたといいます。果たして彼は死刑執行直前何を思って死んでいったのでしょうか。